る、追いに行った、そしてシュート決まりました。大谷が決めました、2点目。苦しい時間帯でしたが、川崎フロンターレ途中出場の大谷が今シーズン初ゴールを決めています。ここも小林の粘りからでした。いやー、切り裂きますよね。仙台も気をつけてはいるわけですが、はい、ハイネルがここは粘って、そして小林、石川はついてるんですけれども、ですよね、ワンタッチでうまく取れないところに置いてですよね。そうですね、からのパワーよく出します。ここから見えてますよね。で、森谷が飛び込んできて、中村健吾もいました。